フィルムの頃から M 型使ってるんで、それはずっと続いてるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。もう使ってる感じはほぼずっと同じですよね、ホールド感は。だからもう何の変化もないというか、もう中身がパワーアップしていくっていう感じだけなんです。やっぱりもう M10R のおすすめポイントって言ったら完全に画素数の高さだと思うんですけど、それが何の変化もなく上がっている、性能がほとんど倍近いじゃないですか。それは相当すごいと思うんですよね。でもこの感動変えられるところ、これは結構やっぱりすごい優れもので、なんかやっぱ撮ってる時って必要なのって、まあ僕は結構マニュアルで撮るんですけど、絞りとシャッタースピードと感度のこの3つの関係性だけなので、それがアナログで調整できるっていうのはスイッチ入れなくてもできるんで、結構重要ですよね。ライカ M10R に変えてからやっぱその性能も上がってるし、もともとのその、まあ、全体のライカの M 型自体のその完成度はどんどん上がってるものじゃないですか。で僕らはその完成度に対してはなんかそんなにこう要求できないというか、オーダーするものがないんですよ。もう出来上がり方がもう超えてるから自分たちの。だからある種こう相棒としての感じがすごく強くて、まあ、魅力は本当になんか信頼感があるっていうのが一番、うん、なんかそれ1台だけあれば本当にいいっていうか、実際にロケ、ね、海外ロケでもライカ1台だけっていうことも多いし、うん、割ともう本当に信頼できるっていうのはありますね。